よっしゃ、今日も結構歩いたな。あれ、オートモペイント全然使ってないやんけ。うにゃ。おいおい、そろそろ更新されるから早投げてくれや。だってクロロ役とかペイントつけても怒られるにゃ。どうせ無駄になるねん。この際どんなモンスターでもええから投げまくれや。旦那様はそんなんしたら絶対怒るにゃ。ほんま使えんな。もうええわ、ずっとわけわからんモンハンナーのストーリー喋っとけ。お前調子乗んなよ。え、ええ加減にせえや。え、あ、すいません。お前がいらんモンスターに投げな言うたんやろが。いや、まあそうですけど。じゃあお供ペイントを投げる意味ないやん。でも普通にそんなんでもう何でもいいです。お前らのせいでペイントを投げるの怖いね。せっかく投げてんのにわけわからんストーリーベラベラ喋りクソネコとか言われるのか。え、そこまで言うてない。お前みたいなやつが多すぎんねん。そのせいで上の人たちが大胆な判断してんねん。もう投げさせねえかったらいいんじゃないですかっていう大胆な判断してんねん。それはきついな。オートペイント意味ないやん。自業自得やろがボケ。ごめん、もう何をペイントしても文句言わん。信じれるかいな。ほんまや、信じてくれ。もう毎日オートペイントが余るのが嫌なんや。もう遅いで。お願いや、星にクロロ役、星さんとスジャグラスでもいい。そんなんいつも通りや。お願いや、もうなんか尖った爪とかドロップするちっちゃいモンスターでいい。そこまで言ってくれるのか。許すにゃ。またオートペイントつけてあげるにゃ。本当か。僕も意地を張ってたにゃ。これからも旦那様の狩りをサポートするにゃ。ありがとう。じゃあ早速行こうか。行くにゃ。くっそ、星5クロ略いらんな。